マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ5月13日号の時間がやってきました。私は先日祖母に庭で採れた芍薬の花をもらいました。大ぶりでとても華やかで玄関を彩ってくれています。それでは街の様々な話題をお送りします。まずはこちらの話題から。曳山の装飾品から歴史を紐解きます。長浜市曳山博物館では現在企画展祭りを見せるデザイン色彩と文様の力が開催されています。江戸時代後半頃から作られ始めた長浜の曳山は、見送り幕や花道幕、飾り金具や舞台障子などの装飾品で彩られ、この華やかで美しい装飾品からは当時の長浜の経済的繁栄ぶりが伺われます。今回の企画展では幕類を中心に色彩や文様の意味を紹介し展示しています。1階展示室では長浜曳山の幕とデザインをテーマに、面幕や花道幕など15点が展示。こちらは常磐山見送り幕天平人物図で、5人の宮廷人が画面いっぱいに描かれています。仏教的色彩の強い天平文化を彷彿させる図像となっています。2階展示室では幕以外の色彩と文様をテーマに、特徴的な図柄が描かれた法被など5点が展示。こちらの万歳楼旧舞台障子腰ふすま菊花すすき図は、長浜で活躍した山形技法の作品で、紅白と桃色の花を盛んに咲き誇らせる菊とすすきが描かれています。秋の草花が画題として用いられたのは、江戸時代には長浜曳山祭りが旧暦9月の秋に行われていたことに由来すると言われています。企画展祭りを見せるデザイン色彩と文様の力は6月5日まで開かれています。豪華絢爛な装飾品、惚れ惚れしますね。ぜひ会場に足を運んでみてください。それでは続いての話題です。発酵文化を通したイベントでにぎわいました。4月30日、豊公園で発酵をテーマとしたピクニックマーケット、ビワピクパークが開催されました。このイベントは、ピクニックを楽しみながら、湖北の発酵文化をより多くの人に知ってもらい、町のにぎわいにつながればと、長浜まちづくり株式会社が初めて開催したものです。会場となった豊公園の芝生広場には、飲食店を中心にハンドメイドのアクセサリーや雑貨など17の店が並び、多くの人が訪れました。フードブースでは船寿司や醤油麹を使った鶏の唐揚げ、またどぶろくや甘酒といった発酵食品や飲料が販売され、出店者が商品説明をする姿も見られました。この日は天候にも恵まれ、訪れた人は商品を購入したり、琵琶湖や周辺の景色を眺めたりしながらイベントを楽しんでいました。昼前には商品が売り切れとなる店もあり、イベントは大盛況となっていました。また関西を中心に活動するシンガーソングライター
谷沢ウッドストックさんによる音楽ライブも行われ、来場者は音楽に聞き入ったり、湖畔でゆったりとくつろいだりと思い思いの時間を過ごしていました。たくさんの人でにぎわったようですね。ぜひ2回目も開催してほしいです。それでは続いての話題です。さまざまな野鳥の姿を観察し、その魅力に触れました。7日、湖北野鳥センターで鍛鍛会が開かれました。湖北野鳥センターでは、多くの人に野鳥の魅力を知ってもらい、興味を持ってもらおうと、大型連休中となる5月1日から4回にわたって、さまざまな催しを開催。この日は、野鳥を探し観察する鍛鍛会が開かれ、親子連れなど28人が参加しました。この季節は繁殖の時期とあって、湖北野鳥センター前の琵琶湖岸では、カンムリカイツブリの求愛ダンスや、巣で卵を温める様子が見られました。参加者は鳥を刺激しないよう距離を保つ、短時間の観察にとどめるといったルールを守りながら、双眼鏡を覗いていました。他にも空を舞うトビや、田んぼで餌を探すカルガモなど、およそ35種類の野鳥が確認でき、職員がその生態などを解説していました。参加者は春から夏にかけて見られるさまざまな鳥を観察することができ、湖北の野鳥を身近に感じている様子でした。カンムリカイツブリの求愛ダンス、とっても可愛いですね。私もぜひ生で見てみたいです。さて、次回の番組内容の更新日は5月20日金曜日です。次回も街のさまざまな話題をお送りしますので、どうぞお楽しみに。